上海軌道交通16号線は、中華人民共和国上海市を走る上海軌道交通の路線。全長は 58.962km で13の駅が設けられており、地下駅が3駅、高架駅が10駅ある。最大駅間距離は 10.625km で、最小駅間距離は 2.558km である。もともとは、 上海軌道交通11号線南段部分として計画されており、上海軌道交通21号線とも言われていた路線である。建設予算は147.02億元。開業時から快速列車が運転されており、これは中国の地下鉄では初めてであった。しかし、開業当初は運転本数が終日にわたり少なく、 列車も3両編成で運行された、結果非常に混雑したため、2014年1月30日のダイヤ改正で普通列車に置き換えられ、快速列車の運転が取りやめられた。その後、車両の増備により輸送力が増強されて、2016年3月21日のダイヤ改正から快速列車の運転を再開した。車内放送は中国語と英語のほか 上海語が使用されている。SC19 型列車継げ、随路志向理念、港16号、第3代盾利出道上海市、道交通11号南段高港定栄影、開港時新民網11号南二22日、伊達港、新城30分時下路端上海地下鉄12号線 &16 号線29日、運行開始16号線は、 快速も上海地下鉄16号線運行間隔短縮へ、リュウ・アキラージ駅は、年内完成上海地下鉄16号線快速運転を、取りやめすべて各駅10分間隔23、16号、12月28日新ボ短。ありがとうございます。